えへん、えへん、えへん。どうも、大人死体くんの死体さんだよ。みんな生きてるかーい。今日は紹介したいのはこれだ。じゃーん、中華製海外製のアクションカムだ。 GoPro 買えって声が聞こえるけど、そんなお金はまだないからね。ヤフオクで2万3000円で買った。ちょっとね、もしかしたら高かったかもしれないんだけど、ちょっとすぐ欲しかったんでね、しょうがないね。まあほぼ新品だったからよしとしよう。これなんていうの、 XTU X1 です。一応ね、レビューとか見る限りはそんなに悪くないって書いてるから、そんなに悪くないんだと思う。はい、ここに伸びてるの外部マイクで、まあちょっとだけいい音がピンポイントに取れるかなぐらいかな。もっといいマイク買えばいいんだけど、これ USB 接続なんでね、ミニマイクロ USB かな、接続なんでね、これはちょっとネックかな。あと三脚につけております。可愛い三脚につけております。まあカメラの使い方云々はそんなにね重要じゃないし、簡単な操作しかできないからね、ほぼオートだし。ということで、このカメラでどれぐらいワイドな画角で撮れるか、あとは手ブレ補正どれぐらいできるかとか、ちょっとやってみようよ。 S660 がどんな感じで撮れるかも気になるもんね。それではレッツプレイ、試しに撮りますよ。手ブレ補正が中間ぐらいかな、スーパー手ブレ補正っていうのがあるけど、それを使わないでちょっと画角広め、まあ、どれぐらい揺れるかとかね、どれぐらい映るかを試してみたい。あとね、外の風景をしっかり撮りたいですね。それでいくよ、レッツゴー。やっぱマイクの性能はちょっと悪いね。じゃあレッツゴー。しょうがないな、いいマイク買えばいいんだけどね。いいマイク買ったからいい音取れるとか。スーパー手ブレ補正じゃないからどれぐらい揺れるかも見たいね。もっとね、手ブレ、スーパー手ブレ補正だと画角が狭くなるね。ちょっと雨降ってるこれ。画角めっちゃ狭くなるから。全然揺れ気味がある。どんな感じなんだろうね。さあ、どんな感じで映ってるかな。今晴れてるからね。そう。めちゃめちゃ晴れてるから。急に車線が広いな、このモトロクソ広いな。いや、バッテリーの消費が早いね。やっぱ予備バッテリー買わないとダメかな。30分も撮影してない気がするな。ちょっとバッテリーが弱いかな。しょうがない。まあ試しなんでね、しょうがないね。あと夜の動画も撮ってるんでね、それもちょっと見てもらいたいな。さあ、初めての夜撮影行かせていただきます。内蔵マイク慎重にね、行きますよ。夜初めて、大丈夫、慎重にしか行かないよ。音こもってる。昼間とほぼ同じ条件で撮ってますね、これはね。絶対に慎重に行くんだから。ちょっとざらついてる。映り方どうでしょうかね。まあしょうがないね。夜の運転も初めてなんでね、この車だと。前のアバルトはね、HID で、フォグランプも HID にしてるっていう眩しい仕様だったんでね。そうそうそう、いや、眩しい仕様だね。今回の S660 は、フォグランプもないんだよね。そうだよね。で、LED なんで、どれぐらいね、こう、明るさに差があるかっていう。ヘッドライト1本で勝負してる。あるよね。このね、ザラついてる。あと、どう夜映るか。しょうがないな。中華製のカメラのね、性能って言っても、ソニーのセンサーが入ってるらしいからね。このね、これ 4K で撮るとね、意外と綺麗に撮れるっていう情報が入ってますね。まあ、見え方は別に。今の LED だと問題ないね。当時7年前の LED はちょっと暗いんだよね。そんな差がないね、もう HID と。といってもね、S660 自体も古いからね。まあ、確かにね、もう。形というか。ものとしてはね、6年前のね、ものだからね。そうね。まあ、アバルトも7年前に買ったから、そんな遜色はないっていうか、変わりはないんだよ。まあ、LED の性能は上がってるけど、その果たして本当に後ろの車は眩しいのかどうか。そうそう、夜はそれが眩いのかどうかだね。眩いって S660 の弱点だからね。それね、全部眩しいけどね。なんとこまだ後ろの車は来てないからわからないけど、まあ雨降ってるからね、ギラギラはするよね。これね、本当言うけど 4K で撮るともっと綺麗に見えるんですよ。いやでもなんかね、夜に運転するの久々なんだね、実はね。大丈夫、
ル運転久々だから。おーね、おーおー、じゃすげえ車だ、今の車すごいな、うん、確かに対向車は眩しいね、うん、ちょうど目線がね、ライトの目線だから眩しいんだよね、うん、直射で入るんだね、まあ、それが S660 だ、うん、まあ、今まで、うん、下井さんが乗ってた車が、うんうん、まあ、座席の位置が高い車ばっかりだった、ハッチバックとかね、そういう車ばっかりだったから、うん、SUV とか、うん、なんでこんなに低い車高の車乗るの自体は初めてだから、うん、どれぐらい眩しいんだろうみたいな感じはあるね、うん、かなり眩しい、うん、皆さんが目を刺すようだっていう、目がいい人なら特にそう思うだろう、そうだろうね、すごい霧雨で嫌だな、辛い、運転しづらそう、やっぱ梅雨だけは、あと初めてこう今ねエアコン切ってんだけど、エアコン切って初めてアイドリングストップが効いた、今までかかってなかったのキャンプに、びっくり、 CVT モデル、あ、エアコン切らないとアイドリングストップかからないんだどんな車だ、ここで止まるよ、まあそういう条件書いてるからね、乗らない、説明書にも書いてた、やっぱスタートしたてはエンジンが温まらないからな、から何なのか分かんないけど、そうそう、アイドリングストップは効かないんだけど、初めて今日聞いた、こうエアコンオフにしたら、おめでとうございます、だからエアコンオフにすればアイドリングストップがかかるってことが分かったんで、壊れてない、壊れてたかどうか心配だったんだよね、意外に出そうかどうか迷ってたもんね、眩しいかなやっぱ、いやいやしない、眩しいけど、まあ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 、ザラザラしてる画面が気になる、ね、あとね、下井さんの目にはちょっと LED がちょっとだけ嫌だ、暗いな、今までね、一夜きりになれたから目の機能が衰えてんだよ、おじいさん目になってんだよ、おじいさん、まあ、今オートライト機能がついてるからね、消すとか、あ、後ろの車優しい、消してくれてる、嘘、優しい、優しい、え、本当に眩しいでしょと思って消してくれた、なんて優しいんだろう、消すってなかなかないよね、そんな優しい人いるの、うん、先頭なら消す可能性が、止まるたびに消す人なんて最近見ないから、まあオートライトだからね、うん、ほとんどの車が意図してこうやって消さないと、ちょっと消さないといけないから、あ、消したでしょ、今消したね、これひねった状態に消えてんだけど、後期モデルこれオートライトになってか、こうやって離しちゃうとついちゃうんだね、指離すとついちゃうんだね、まあそういう法律になったからしょうがないんだからね、それはしょうがない、パペもそうなってくる、おお眩しい、やっぱ後ろが眩しい、うん、後ろ超眩しい、いや S660 の人は眩しいっていうのを知ってないと、サイドミラーはまあ大丈夫かな、サイドミラーをブルーにね、ブルーミラーにこう張り替えようと思って、そうそうそう、サイドミラーからも眩しい、必要もなさそうかな、人は大丈夫かな、入ってるの、あ、これ帰宅のとこだな、帰宅の、まあ、こういう細い道だと LED がまあ明るいなって感じはする、ね、まあ、十分明るいじゃん、十分だよ、まあ、照らすものがあるからね、近くに、まあ、十分の明るさはあるよ、うんうん、まあ、今までフォグランプとかつけてたから、そうそう、下が明るかったってのあるかもしれないね、バックフィーダー、中華製のカメラのね、うん、まあ、限界っていうか、まあ、安いからね、GoPro と比べたら全然違うもんね、そうね、まあ、GoPro を使ったことないんだけど、使ったことないんだ、まあ、でも広角であることはもう必須だね、必須必須、とりあえずバッテリーが切れるかもしれないから、ちょっとこの価格で失礼いたします、手持ちのカメラよりもぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします、また来週、はい、来週よろしくお願いします、あ、おまけ、何どうしたの、ちょっと大変なことになったよ、 S660 乗りの方教えて、右肘がすごい青あざがめっちゃ青あざができてる、ね、S660 2回乗ってるんだけど、うん、2回乗ってふと風呂に入って気づいたんだけど、うん、めっちゃ青あざになってる、てる、肘が右肘ガンガンぶつけてるんだね、なんか降りるこうなりませんか、シートでそこの部分で降りるよね、終わって、チャンネル登録待ってます。